ガヤルドはね、いやでもガヤルド乗れるだけでもすごいですよね。いやでも2ヶ月で速攻降りましたよね。やっぱりあのね、あの普段で使えないんですよ。タイムアウトが使えないと僕らもちょっと使えないので、確かに一度寝たいと思ってやったんですけど、でもやっぱ売る時もほとんど差額なく売れたので、はい、だから良かったなと思ってね。僕昔あのカウンタックやったんですよ。ランボルギーニカウンタックの時代で、あのスーパーカーと言われた時代の憧れがありましてね。なるほどなるほど。ああブルガリさん5シリーズ乗ってるみたいですね。M5 かな、 M5 は早いですからね。すごい故障も多いみたいなんですけどね、 M5 は。あのね、あの BMW 買う、中古の BMW 買うんやったら大阪にガレージエブリンっていう、僕はそこの3シリーズ乗ってたんですけど、あそこは結構有名で、BMW の中古を買うんやったらガレージエブリンで買いって言われるぐらい全国に発送もしてますし、あの部屋の今度実際見てみてください。あの雑誌とかにも載ってますんで、外資の雑誌とかにもすごいあの有名なところで、大阪の松原にあるんですけど、すごいかっこいいですよ。一番最初から組んでるんですよ。要は中古の純正を買い取って、そこから塗装も自分やり直して、で足回りとかホイールとかマフラー、4本出しマフラーとか全部あの韓国で作らせて、自分のところ の, あのエナジーっていうあのブランドを作って、それはめたやつを売ってるんですよ。だからめちゃくちゃかっこいいんですよ。だから新車と一緒なんですよね。はい、だからめちゃくちゃかっこよかったですね。で営業兼整備士の人が、あの一台一台組んでいくんですよ。ところがすごい、だからすごいいい会社なんでね。ランボルギーニの SV とか人気あったよね。ああ SV、あったのかな。俺それ知らなかったな。も僕も結局それランボルギーニも中古だったんでね。中古でちょっと譲ってもらって。メモメモそうなんですよ。好きなんですよね。ですよね。やっぱ関西の方も結構ね、ツイキャスいらっしゃるんですね。僕初めてお会いする方とか多いのでね。この FM 技能にも小座にも車の番組がないんですよね。だからそれが意外で、やっぱりなんか難しいことがあるんかなとか思ったんですけどね。毎週やってます。毎週聞いてください。毎週この時間にやっております。そうそう、はい、お、ユーミン、中央フリーウェイか。ユーミンの歌ってさ、高級車とかで聞くとちょっと情緒あるんですよね。なるほど。やっぱり品があると申しますか。確かに、ハイブリッド、最近その全部ハイブリッドになってるじゃないですか。レクサスから BMW から大きなクラスで、あれって整備士目線から見たらどうなんですか。そのプラスなんですか実際。正直言ってね、メーカーが儲かるため。そうですよね、自分から言いました。そうなんですよ。ブレーキの、ブレーキオイル交換が半端じゃなく面倒くさい。そうですよね。そうなんですよ。プリウス一番厄介なのがプリウス。それ言いますね。そうなんですよ。ホンダの、あんだけ人気なのに、ホンダなんだったかな、ホンダのハイブリッドとかは、インサイト、インサイト、そうそうそう、インサイトとかそういうのは、まあ、多少やり方は簡単めなんだけど、あとアクアもちょっとやりやすい。ただアクオスだけは、ちょっと失敗して、エアかますと、下手したらあの特殊なブレーキ使ってるから、回生ブレーキって。ああ、はい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 。ハイブリッドは全部それがついてるんですよ。回生ブレーキっていうのがついてて、あのアクセルを、走ってたアクセルをオフにすると、それが、車はアクセル抜いても、走ってるじゃないですか、完全に。それで。なるほど、なるほどね。ハンニバル大好きさんはすみません、プリウスアルファノリです。ノリです。いや、プリウスもね、最近あの、エアロメーカーがあって、エアロを組んだりとか、オイル変えたりとか、
はい、リュースのワンメイクレースも結構そうですやってますね、うん、ビッツのレースとかもいろいろトヨタスースあのやってますね、あのプリウスハイブリッド で、ね、はい、レースワンメイクレースそうなんですよ入っててみんな、ね、やってますねでここに入ってくるのもやってますねテンペイターやってちゃんとなさいやつ、はいはい、やってましたねここでレースやろうかと思うぐらい私あのプリウスアルファの試乗行きましたもん。あ、そうなんだ。うん、行きました。うん、よかった。高いんですよ。そう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 。うん、かっこいいですよね。でもエラー付きのやつ。僕あの赤のプリウス、うん、一時期所有してましたよこっちで、で。ホイールだけ変えたんですけど、うん、エアロ変えようと思ったんですけど、本当に高いんですよね。めちゃ。そうそう。うん、ジーズですか ？GS っていうメーカーでしょ。うん、あれ最近ね、マーク X とか新型のマーク X とかにつけてる車見ますけど、結構かっこいいんですよ。うんうん、あのモデルしたところよりも全然かっこよくて。うんうんうん、かっこいい。プリウスな、その良し悪しなんですよね。うん、目的とそのね、よう走るんでね。うん、燃費はいいし、うん、走るし、うん、ただメンテは大変、うん、整備士目線からそうでしょうね、うん、あのめこ正直壊れやすいっていうのもやっぱり聞きますね、うん、実際に、うん、はい、だからあのレクサスでも LS の46はハイブリッドじゃないんですよ、うん、で600はハイブリッドなんですよ、うん、あのやっぱり600の方が故障多いんですよ、うん、はい、実際にあのハイブリッドなんで、うん、電気系でしょ、はい、そうです、そうです、で多分今言ったように分からなくて、はい、ブレーキのもういきなり教えてブレーキの交換やってエアかまして、うん、だから多分多いと思います、うん、それやると診断機とに使うんで、はいはい、診断機使ってエア抜きやらないといけないし、うん、そのまま分からんで走らせてて回生ブレーキ壊してしまったら運重もそういうことです、あ、はい、これが高いんです、プリウスの馬力で確かね100、まあ、グレードにもよったと思うんですけど160から80ぐらいだったと思うんですけど、うん、馬力、馬力、あ、多分0ない、100はないんですか、100ないんですか、100の桁はないんです、マジっすか、そうなんだ、あ、なんか踏んでる感じはね、あるんですよ、あるんですよ、ボーカーでアシストしてやるので、はい、あ、100あったとしても、うん、うんうんうん、あ、ない、多分100馬力ないですって、両方も合わせて、やっぱりそうなんだ、60から80馬力、マジっすか、いや僕、あれ踏んでる感じはね、うん、全然180ぐらいとか、加速にモーターの力を使って加速しながら、はい、エンジンそのまま移行していくんですよ、ほー、いやこれ初めてや、普通のエンジン、普通の車のエンジンより、はいはい、あ、すごいな、トルクも薄いし、そうなんや、回転数も回る回転数も中途半端に、はい、で、へー、もうすぐ終わる、すごいですわ、それなのでみんな逆に、うん、エンジンを、うん、2分ぐらい、うん、あと2分ぐらい、もうロングライフって言って喜んでるじゃないですか、はいはいはい、逆なんですよ、へー、オイルすごい思います、だってもともと非力なパワーのエンジンで分回してるので、ね、そういうことですよね、最高回転数も落としてるんでエンジンにすごい負担かかる、負担かかってるんですね、だからディーラー系は正直言って、はい、あの10年が、まあ、最悪10万、20万キロ持たせばいいメンテの仕方しか教えない、うん、まあまあそういうことでしょうね、あの結局新車が売れないとね、そうそうそう、あれですからね、うん、それは勉強になりましたね、そうなんだ、ハイブリッドの回とかもね、なんかそういうのやりたいですね、はい、面白い、パワーモードに入れたらそこそこ行きますよ、言ってますね、そうでしょうな、ただ本当に普通の86の1500ほどのパワーはないです、同じ配球、本当に半分以下ちょっと上ぐらい、3分上げて3分、そうなんだ、あれって確か 1800cc ってなってますよね、1800cc ですけど、そうですよね、80馬力か90馬力だと、それ僕は初めて知りましたわ、それをモーターで本当にアシストして加速やってるからそんなにそれと同じように出してるだけ、なるほど、勉強ありますわ、もうこっちはありますね、じゃあ最初に連れて店長って言った後に曲、うん、後から、曲、あ、そうですね、あ、教えて店長コールからいきましょうかね、はい、オッケーオッケー、じゃあもうすぐ次行きますね、じゃあもう落としてもらって OK ですよ、ありがとうございます、いや勉強になった、勉強になった、さすがエコさん、教えて店長、いい感じ
落ちた。このタイトルコールをすると私非常に燃えるんですけど、ごめん、ね、さっきちょっとかぶってもうた。そうそうそういや、ちょっと静かにしてくださいって言いたかったんですけど、ごめんでもエコさんと盛り上がって、そう、うん、あまりにも2人が楽しそうだったんで私も言えなかったんで、うんうん、自分で楽しくもう言いました。ありがとうございます。声セクシー言うてますよ。ありがとうございます。よしえちゃんって言いますからね。よろしくお願いします、はい、内藤陸さ ん、はい、ね、内藤陸さんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、はい。さあ教えて店長のコーナーなんですが、はい、うん、なんかコンビニとかに行くと結構カーザシっていろいろあって、うん、なんか D ほら車は結構ね整備士になりたかったっていうぐらいで、結構なんか車の雑誌とか読んだりする？いやでもそれ昔の話なので、今はたまに手に取ってちょっと、うんうん、あ、こんな車あるんだで終わりです、ね、ああ、はい、そうそう、私もね結構ねあるんだ。おい、デレクターやろうが。広がらない。あ、そうね。さっきね、毎週チェックだね。そう、チェックチェック。そうそう、せめて立ち読みぐらいは。立ち読みぐらいはね。天の声が聞こえたでしょ。そうね、そう、チェックだねっていうね、天の声が聞こえた。まあでもね、そういう風に私たちとか結構車をねいろいろこれから知りたいなっていう人は、うん、なんか雑誌、カー雑誌とか読みたいなというふうに思うんですけど、うん、今日はズバリ店長に、はい、おすすめのカー雑誌、こういうのよく読んでるよっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、はい、今日はですね、店長のおすすめ雑誌はオプションでございます、うん、オプション、ね、知ってますか？いいですね、知ってる？D、見たことある？わかんない、はい、これは天の声さんは？はい、よーく見てました。目見てましたね。そう、うん、DVD もやるんです。そうかそうか、ね、うん、どんな雑誌ですか？ですね、うん、これはね、オプションとオプション2っていうのもありましてね、まず今日はオプションをご紹介しますけれども、ほうほう、どちらかというと、うんうん、新車の改造ではなく、うん、10年20年ぐらい前の車を、うんうん、どう今改造していくかとか、 あとトラブルとか、うんうん、をどういうふうに、まあ、エンジンのトラブルとかね、うんうんうん、機械の故障とかね、うん、そういうのをどういうふうに回避するかとか、うん、こんな部品がありますよっていうことを教えてくれる雑誌でございます。なるほど、はい、1981年創刊ということで、私より年上なんですよね、はい、実は。そうなんですね、はい、改造とか、まあ、チューニングを中心に扱ってる雑誌なんですけど、 そうです、まあ、そういうふうなのが載ってるんですけど、はい、なんかちなみに、はい、なんか店長これ面白いよ、意外にこういう雑誌読んでるととかってあります？ですね、いろんなね、うん、裏技とか、うん、まあ、これは絶対悪用してはいけないんですが、ほうほうほう、気になる裏情報というかね、うん、そういうのもいろいろ掲載されております。例えば、うん、警察いますよね、高速とか走ってたら高速隊とか、はいはいはい、まあ、こっちはあんまりいませんけど、はいはい、それに捕まっても、うん、まあ、要は切符ですか、あれは、はいはい、切符を切られない方法とかが載っております。そう、気になるそれ、はいはい、めっちゃ気になる、まあ、例えばですよ、うん、例えば、あとは、まあ、GTR とか、うん、そういう車にとっては、まあ、メーカーさんの広告だとか、うん、まあ、普通オートバックスでも売ってないようなものの、まあ、要は情報ですね、まあ、軽く言うとコンピューター、エンジンコンピューターとか、うん、まあ、オイルクーラーとかね、足回りのそのショックアブソーバーとか、うんうん、そういうのの、まあ、ちょっと特殊な、まあ、ナット、特殊なナットとかもね、うん、そういうのも紹介したりとかして、まあ、そこどこに注文すればそれが買えるかということの情報なんかも入っておりますね、はい、意外、うん、そんなことが載ってるんですね、はい、はい、ぜひ書店とか、うん、なんだ、ローソンとか、うんうん、ああいうコンビニとかにも売ってますから、はい、ぜひちょっと手に取っていただいて、なるほど、立ち読みしていて、うん、あ、立ち読みしたかな。ぜひ買っていただいて。なるほど、はい、私はすごいその内容が気になるんですけど、うん、まあね、悪用されてもいけませんので、うん、まあ、あくまで道交法に従ってね、うん、走っていただきたいと思うんですが、うん、まあ、セーフティードライブがね、うん、やっぱり車を愛する人一番だと思いますので、セーフティー、ね、ドライブやっていただきたいんですが、うん、結構なんか今日初めましての方がね多いんですよ ね、うん、日本海の三毛猫です、はじめまして、よろしくお願いします、うん、とありがとうございます、うん、あとオートスポーツ、オートスポーツモータースポーツ専門誌しか読まないなということで、うん、ブルガリさんね、はいはい、いただいております。それも結構ありますね、うんうんうん、どんどん紹介していきたいです ね、うん、あとは、あ、もう読まないっていう方もいらっしゃいますし、うん、そうですね、はい、ね、69キロオーバーで免許を検挙寸前でしたと、はい、これね、ちょっと
悪用しないということを皆さんにお約束していただきたいんですけど、実は僕は、うん、スピード違反でそのことを知って、うん、このオプションでね書いてることを知ってから捕まったことがありません、うん、本当ですか、はい、うん、実際に東名高速で、うん、アリストで、うん、40キロオーバーを出してしまいまして、40キロ結構すごいな、静岡の富士ぐらい で、うん、でこの本を読んでたんで、はい、一度試してみようと思ったんですが、まず止められて、はい、止められました、うん、普通警察官来ますよね、うん、高速隊が、うん、コンコンコンってやるんですよ、うん、そこで窓を開けてはいけません、ドアも開けたはいけません。実はですね、うんうん、要はスピード違反で、うん、免許を渡す義務も、うん、ドアを開ける義務もないんですよ、法律上。え、そうなんですか、はい、で、どういうふうにしていくかというと、うん、開けないんで、向こうは、あ、法律を知ってると思って、やらないんですね。僕、ロックして、ちょっとだけ窓を開けて、うん、なんか用ですかって、免許証見せてって言われても、渡す必要ないんですよ。こうやって見せてって言われて、こうやって手で見せても触ったらあかんよって言ったら、あいつら触ったらあかんのですよ、警察官はね、はい、スピード違反で、で、はいはい、ずっと出えへん で出てきてもらえるって言っても、うん、スピード違反で出る義務ないからって言ったら出なくていいんで、うん、警察官困るんですよ、で僕はずっと5分ぐらい座ってるでしょ、出る義務ないし言ったら、もう分かったよ、お兄さん、よう法律知ってるから、一応、形上だけやってもらうと、周りに示しがつかんから、後ろ乗って、ほんまやなって、俺、動画撮るでって、携帯で撮って、ほんで、お前、そう言うたなって言って、後ろ乗って、もう、お兄さんは。声かけたくないな、はい、兄さん、ほんまに知ってるからって言って、ごめん、参りましたと。言って帰ってきましたね、そうなんですね、向こうが脅しでね、うんうん、それやったら署を行ってもらうよって言うんですけど、うん、スピード違反で署に行く、うん、まあ、権利というか力は彼にないんですよ、うん、彼らには実は、はい、だから任意同行と一緒なんですよ、任意同行も任意やから何も自分の身分証明を出す必要もないし、うん、それと一緒ですわ、はあ、はい、そうなんだ、大概それで出ずにね、うんうん、言われて出てこいって言われて、いや出る義務ないからってロックしてやって、あいつら入ったらそれ法律違反なんですよ、あそっか、はい、警察官はね、はい、入れないということですね、で逃げたらダメですよ、うん、でも逃げたらそれはあ、ね、また違うことになるんで、別の罪になりますもんね、あれなんですけど、止まって堂々と、うん、いや出る義務ないと言って居座ったら向こうが折れます、はあ、はい、それはそれをやりました、うん、実際に、はい、僕証人もいます、実証済み、はいはいはい、実証済みね、こういうオプションとかね、はい、そういう車の雑誌で、はちょこちょこ載ってます、はい、捕まらない方法という形でね、絶対に悪用はしないでくださいよ、悪用はしないでいただきたいんですが、うん、一応法律上降りる義務はありません、うん、はい、はあ、そういうのってこういう、うん、カー雑誌に載ってるんですね、載ってます、はあ、はい、知らなかった、はい、まあ、あくまで、うん、安全運転 で、 そうです、ね、心がけていただきたいんですけれども、そうです、ね、ちょっと今回は許してほしいなという時は、うん、まあ、こういう情報もこういう雑誌から得られますよということで、そういうことですね、ですね、なるほど、はい、なるほど、はい、いろんな、ね、ことがあるんですね、うん、で勉強になるね、うん、まあ、ただ本当に悪用はダメですからね、そうそうそう、悪用はダメですよダメですよ、うんうん、やっちゃったとかっていう時に、そうそうそう、まあ、こういうのがあるんだっていうことで、ね、はい、知っておくと便利ですよね、うん、警察に怒られますよとか言われてますけど、うん、警察官も結局これが法律ですから、私はあくまで法律の話を、はい、うん、道路交通法の話をしてますから、これをどう使われるかはもう個人の自由ですので、そうですね、はい、やっていただければなと、ね、で僕はできその法律を、ね、行使して、うん、やりましたので、警察官の人すいませんすいませんごめん、ほんまにごめん、雑誌に載ってたからね、交通課の人ごめん、交通課の人ごめんということで、はい、このコーナーでは素朴な疑問、質問をこういうふうに店長に教えていただくコーナーということで、はいはい、もしね、皆さんからもこういう時をこういうのどうしたらいいのっていうことがあればですね、はい、まあ、事前に教えていただければ私の方から、店長に質問したいと思います、はい、以上、教えて店長のコーナーでした、すいませんそうなんですよ、はい、実際そうなんですよ、さあということで、時刻は10時50分を回りました。 FM ギノワン、 FM コザ2局ネットでお送りしております、うん、ナイトガレージ、うん、早いですね、もう本当にあと6分、うん、
弱に番組になってきたんですが、うん、今回は進化する国産車ということで、うん、まあ、いろいろとねメッセージツイキャスとかでですねいただいてたんですが、うん、今回は本当に初めましての方が多くて、うん、内藤陸さんは、高校1年生ですということで、はいはい、これからねまた車の免許を取るにはこの番組をね、はい、ぜひ参考にしていただいて、うん、はい、いい車紹介するよ、いい車をね買って、ね、いただければいいんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひねまた毎週聞いていただきたいと思います、うん、あとアゴベルト中里さんって呼ぶのかな、はい、うん、沖縄の方ですね、あ、沖縄の方なんですね、うん、早速全容させていただきますということで全容してくださいね、はい、よろしくお願いします、警察官の人すみませんすみません本当すみませんよろしくお願いしますすみません、はいはい、ということでなんか結構勉強になりますということで釜うささんとかね、うんうんうん、いろんな方からメッセージいただいておりますが、うんうん、なんか今日盛り上がったね、本当に良かったです、ありがとうございます、うんうん、まあ、こんな感じでですね車にまつわるいろいろな、まあ、裏技であったりとかね、うん、ハニバルさんに書いていただいてもですが裏技とか、うん、あとはまあもちろん王道ね行く車の話とか、うん、あと音楽の話とかもろもろでね盛り上がっていこうと思うんですが、ちなみにこの番組では、うん、店長として、うん、出てこられてる、うん、大峰店長なんですが、うん、実は、うん、私一筋じゃないんですよ、店長は。別の番組にも出てるんですよねこいつ何を言い出すんやっていうような、もう今事情聴取を受けてるみたいに、さっき警察にちょっと反抗するような話をしたから、またなんか事情聴取を受けてるのかなと思う、婦人警官にそう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 いや、そうなんですよ、うん、キャプテンにマカチョーケという番組をそうそうやっておるんですが、うんうん、いつもね、うん、FM ギノワンでは、うん、毎週月曜日の夕方4時からやってたんですが、うんうん、今週から、はい、引っ越しということで、うん、土曜日の10時から夜10時から、うん、放送になりました、うん、これがですね、FM ギノワンコザ同時放送になっております、そうそうそう、はい、ね、それでリニューアルオープンということで、僕とやらあゆみちゃんとあとディレクターの D と、うん、はい、まあちっちゃかめっちゃかでやってるんですけどねまあ、よかったら聞いてください、うん、いろいろね法律の話とか、うんうん、まあ、会社の話経済の話いろいろその時のテーマによって、うん、はい、話してますんでね、うん、はい、結構ね幅広くいろんな内容で面白くね話してある、まあ、お昼の番組なので、うん、ちょっとオブラートに包んでるような部分もあったんですけ ど、ね、今回は、うん、今回夜に移動しましてもう言いたいこと言うだろうかな思って下ネタとかむちゃくちゃしたろうかな思ってね、うん、30分で退場になりますよもう さっきねこの番組の2時間前のねそうそうそう2時間の番組がありまして、まあ MC のお二人ね、うん、すごい30分ぐらいしっちゃかめっちゃかでガンガン喋りって僕たちも圧倒されましたけれども、ね、うん、はい、そうそう、うん、まあ、でそういったいろんなお話も聞けるということ で、うん、でね、また夜バージョンになった、キャプテンにマカチョーケ、うん、今週末の土曜日からスタートということで、そうですね、うんうんうん、これからは毎週土曜日の夜10時にお引越しになるということです ね、 あんまりね結局ディレクターが D やからね、うん、適当な感じになってるんでね、あんまり期待せんと見てもらいたいなと思ってるんですけど、ね、夜になるんで、あ、そうや、ね、パワーアップして、そうそう、もうね店長こんなこと言ってるんですけど、放送前にねもうほんと D に愛してるよって言ってたから、ね、もうめちゃめちゃで、ね、もこれなんか空気変わるからっていうようなね本当に話をしてるんですけど、ごめんなヒロキ、いや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 、ほらほらね、ちょっとプライベート感もろ出しになってるんですけど、うんうん、まあ、こんな感じで楽しくされてる、まあ、キャプテンにマカチョーケ、うん、夜10時からということ で、ね、毎週土曜日ね夜10時からということ で、ぜひまた皆さん聞いていただきたいと思います。もうちょっと先の話ですけど、8月からはね、うん、ちょうど土曜日の夜8時からね、よしえちゃんと僕とで、そうそう、ニュース番組しようという計画がありましてね、うん、はい、またそれも、まあ、決まり次第ね、うん、詳しく番宣させていただきますので、レイコさんなんかもね来ていただいたりしたら、ね、ゲストで土曜日の夜8時夜8時この、うん、だいたい7時に来るんですよ。あ、ほんまっすか。そう、もう出てもらえよ、まあ、決定決定、エコさん自分がやってるからね、うんうん、ある時は来るんですよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあもうぜひね聞いていただきたいですね、はいはい、よろしくお願いします。さあということで、もうそろそろね、うん、時間もあと残すところわずかということで、うん、そろそろ、うん、ナイトガレージ、うん、閉店のお時間がやってまいりました。ぜひまた皆さん本日のご来店ありがとうございました。ありがとうございました。また来週のお越しを楽しみにしております。それではおやすみなさーい。ありがとうございました。バイビー。もうね、閉店の音楽。
パチパチ、ありがとうございます。コミュニティ FM なんですよ。また来てくださいね。あ、ありがとうございます。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、楽しめました。よかった。嬉しいね。うん。